合戦と呼ばれるものの最初といたしては実は1対1の戦いから始まったと言われてる。鉄砲の出現によってこの1対1の戦い方がなくなるのよ。劇的な変化という戦国時代、鉄砲の出現によって集団戦というのが確立してくる。随分と前から集団戦を、まあ、学び得ておったんじゃけれども、1回使用しただけで忘れて1対1の戦いを致しちゃう。わしが天下御免の YouTuber 前田圭一はぁ、こたびの題目はこちら、戦の真実、個人戦から集団戦へということで、本日は戦合戦について今日は簡単に皆々に伝えてまいろうと思うとる。もちろん大河ドラマ麒麟が来るを見ている者たちにとっても、あ、戦って実際はこういうものであったんじゃということを知ってもらえると思うゆえに、ぜひとも最後まで見てくれ。では早速、戦合戦というと、刀、槍、鉄砲、弓、まあこの印象が一番強いし、たくさんの人数で、互いにぶつかり合って戦をする、もしくは場所が、平地か、城かというような、いくつか皆の中でも想像イメージができると思うんだけども、それこそが戦国時代の戦の方法であって、合戦と呼ばれるものの最初といたしては実は1対1の戦いから始まったと言われている。もうそれこそわしが生まれるずっとずっと前の話なんだけども、武士というのが生まれてから戦い方としては、実はこの1対1で向き合って、まずは自分が我こそは尾張の国の守護大名織田信長であるのように名乗りを上げて、で相手方も、いやいや我こそは甲斐の国の守護大武田信玄なりというように名乗って、あ、いや尋常に勝負と言って戦うんだけど、その時の武器は弓もしくは薙刀または、まあ、刀になるんだけれども、まあ遠距離攻撃に際しては弓というのは皆も想像ができるように、まあ中距離遠距離の攻撃、差し迫ってきて、近距離戦になって、まあ、薙刀と呼ばれる槍を使う、以前に使ってたものじゃな、薙刀ほいで刀というものになってくるんだが、これで1対1の戦いを、周りの人間どうしようかと思うと、見守るんじゃな、このように観戦するという形、まさしく現世のスポーツと全く同じような形でござった。まあ審判なるものはおらんのじゃが、その1対1で戦っているところを見守って、勝ったら相手の首を取って、はい、めでたしめでたしといった具合に戦が終わるというものが昔の戦だったんじゃが、このスポーツマンのように、まあなんじゃろうか、礼儀性を持ったものから転じて戦術というものが生まれるんじゃが、この戦術をまあ最初に編み出したというか、まあ実践的に使い始めたと言われているのが源の義経公なんじゃ。まあみんなも牛若丸という名前でもしかして聞いたことあるかもしれんが、義経公がまあ、ガキの自分の頃より、まあ、勉学をいたして寺子屋で、ほいでその時にまあ異国の中国の戦いの兵法書とかなんか読んで、あ、これからの戦は集団戦じゃなということで、陣形を使って戦った方が効率が良いなということで、かの有名な壇ノ浦の戦い、この合戦の時に、その勉学したことを利用いたして見事平家を倒したというのが、まあこれが実際に起きたことなんじゃ。ほいでこれをもって、まあ実際み源の中では、まあ義経公が危険分子になってしまうということで、まあ内乱のような形が起きてしまうんだけども、壇ノ浦の合戦で見事な勝利を収めたにもかかわらず、あーみんな、おーすごい強いなってなったんだけども、なんで強かったのか、なんかいまいち分かっておらずに、この集団戦の戦術を使うという戦い方をやめてしまうということで、また時代が下って、随分と1対1の戦がまた始まってしまう。その時にこの戦が起きる。異国と戦をすることになるんだよな。異国の者たちが日の本にやってきて戦をする時に、異国の者たちが集団戦をするし、武器なんかも違うだよ。ほいでこれに関してに日の本がもうコテンパンにやられてしまったんじゃ。もうなすすべなくボコボコにやられてしまった。こちらが、いやいや、我こそはなんちゃらかんちゃらって言ってる間にね、攻撃を仕掛けてくるし、もう集団で弓がいっぱい放ってくるで、おお、まだまだで、そんなスポーツマンシップに乗っ取られた戦い方いかんじゃないかって、流暢なことを言ってる場合じゃなく、もうボコボコにやられてしまったんじゃ。これをもって、これから戦は集団戦かってなるわけ。だから破れて知るんじゃけども、またしても、喉元に熱がすぎれば忘れてしまうかのように、
ああやっぱりいっぱい1対1だなっていうな風になってしまって、でほいでこの応仁の乱というものに突入するんだな。実はまあこの応仁の乱に入った時にも1対1という戦が続いておったんだな。集団戦のまあ部分ももちろんあるけれども、まあ偉い者同士の戦い方は1対1でやるという風が続いておって、その後にこの鉄砲の出現だな。この動画でもお伝えした鉄砲の出現によってこの1対1の戦い方がなくなるのよ。劇的な変化が来る。この鉄砲って威力があるし、なんか戦においてなんかまあ革命的なものだと思うとるもの多いし、実際そうなんだけども、一番革命的だったのは1対1を終わらせたっていう点が強い。それ何かと思うと、1対1で戦っとる間に、昔だと弓とかだと、まあ一撃で弓っていうのは、まあ倒せる場合もあるけれども、まあなかなか一度で倒すことはできないんだ。しかし、鉄砲っていうものであれば、一発放てば、それでも倒せてしまう。これによって、1対1でこう見守っとるときに、じゃあ暗殺家のごとく狙撃というものが生まれたんだよな。この時狙撃をしてしまえばもう大将の首を落とせてしまうということで、この戦い方のやり方ではこれから自分たちの軍もしくは家が守ることができないということで、集団戦の戦術を使いましょうということになって、ようやく戦国時代鉄砲の出現によって集団戦というのが確立していく。その中で有名なのが武田信玄公であったり上杉謙信公、そして織田信長様が様々な戦術、そして軍師と呼ばれる武将たちが現れて、戦国時代の合戦の幅が広がっていたというわけなんじゃ。つまり日の本は実は随分と前から集団戦をまあ学び得ておったんじゃけれども、一回使用しただけで忘れて一対一の戦をいたしておったと。これから麒麟が来るの方ももちろんこの鉄砲の出現が大きな変革になっとったゆえに、戦の変化がドラマの方でも描かれるというわけなんじゃ。ではまた会おう。 YouTube お主、チャンネル登録をいたせ。